ってもらいます。ブログ作成代行についてご相談ですね。お願いできるブログ作成代行をお願いできる人は誰でしょうかということですね。依頼できる人ということなんですけれども、まあ僕も海外移住の、ご支援してて、やっぱりメディアを自分のメディア欲しいんだけれども、やっぱりブログを作れないという方も多いですし、ブログを作ってその後更新を続けられない、あとは稼げないということですね。そもそもアクセスを集められないという方が多いんですけれども、正しいやり方を知らないので、こういったことになるんですね。なのでもう最初から僕がお勧めするのはやっぱりプロに作成をお願いしてしまうと。でプロが作ったですね、すでに SEO 対策が施されている、ある程度のもうアクセスが集まっているですね、ドメインから記事からですね、ブログのそのデザインから全部 SEO に向けたですね、施策の施されているサイトを手に入れて、それに対して、追加で更新の仕方をですね学んでいくというのが一番その波に乗りやすいのかなと思います。でこれをですね僕も、コンサルティングさんには